ドナルド・ B ・フーブラは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍の第101空挺師団第506落下山、不評連隊第2大隊移中隊に所属した。最終階級は5長。HBO が制作した t b シリーズバンド・オブ・ブラザースでは、ピーター・マッケーブが演じた。1922年。 オハイオ州マンチェスターにて生を受ける。兄弟は姉が一人と兄が一人いた。1940年、地元のマンチェスター高校を卒業。1940年10月15日、フーブラはオハイオ州兵に入隊する。1941年11月、ミシシッピ州キャンプシェルビーにて訓練を受けていたおり、父の死を受けて州兵を除隊。 1942年7月22日、ケンタッキー州フォートトーマスにて、陸軍に入隊。東京の友人ロバートレーダー、ウィリアム・ホーベルと共に、E 中隊の一員となった。第2次世界大戦中、フーブラは、第101空挺師団第506落下山、不評連隊、第2大隊 E 中隊に所属し、ノルマンディ上陸作戦や、マーケットガーデン作戦に参加した。 1944年12月には、バルジの戦い最中のバストーニュにいた。その年のクリスマスイブ、フーブラとレーダーは、クリスマスプレゼントと称して、部下の保証勤務を肩代わりしている。フーブラの心は戦闘外の負傷であった。1945年1月3日、バストーニュにて携帯していたピストルが、有刺鉄線に引っかかって暴発した。 銃弾は大体にあたって、腫瘍動脈を切断し、これによる、出血多量が直接の死因となり、フーブラは死亡した。当時フーブラと同じ小隊に配属されていた、デイビッド・ケニオン・ウェブスター上等兵によれば、フーブラは、戦争を非常に楽しんでいる風であったという。遺体は、故郷マンチェスターの墓地に埋葬された。TB シリーズ。 バンド・オブ・ブラザースにもフーブラが登場し、拳銃事故で死亡する場面も再現されている。なお、劇中ではこの拳銃が、ルガーピー08として描かれているが、実際には、M1911 ピストル化、ベルギー製、32後継自動式拳銃であったとされる。ありがとうございます。